はいどうも、ゆうぴかです。本日はサムライ道外伝刀神やってまいります。今回の内容は七海の七変化のロボットの姿に変動していこうと思います。もう今までね、いろんな姿に変えてきたんですけども、今回で七海の姿は最後になります。で、七海の七変化ロボットへの変動方法なんですけども、こちらのデアゴスティーニ1から7までを差し入れで全部与えると変動するようです。これね、マジで大変でして、デアゴスティーニ5は借金取りのベニアからランダムドロップだったんですよ。で、毎回ベニアを呼んで、倒してを繰り返して1週間ぐらい、かかりました。なんで前回の動画から今この動画ですね、もうスパンとしては1週間空いてます。本当に長かったです。で、このデアゴスティーニ7が、これもまた結構面倒でして、堂島にストレスを与えるとですね、このようにいろんなアイテムをね、こう置いていくわけですけども、以前までこちらに屏風が置いてありました。それは堂島がストレスを感じて、勝手に買ってきちゃったものなんですけども、その屏風を蹴飛ばして壊すとですね、ランダムで出てきます。そのような感じで、デアゴスティーニ1から7まで全部ね、入手方法が違うので、それを集めるのがすごい大変でした。で、現在ですね、七海に暴行を加えまくった結果、別れましょうと言われてしまいました。七海の人生、あんたのせいでめちゃくちゃって言われております。なのでね、もう借金の方にしてやりましょう。さよなら、ななみ。ほんら、嫁はんは預かってきますわ。これで関係リセットできんのかね。娘よ、助けて。なんてことだ。さあ、ではね、ここにいるデッチにデアゴスティーニをね、与えていきます。これ失敗したらマジで終わりなんで、慎重に与えないといけないですね。差し入れ、デアゴスティーニ1。よっしゃ、退屈していたところ、渡しました。ドキドキする。これもう与えた瞬間ね、オートセーブなんで、やり直し効かないですからね。さあ、デッチが来てくれました。ほらよ。フォトブック限定打ち子もらいました。お、セリフがやっぱ特殊ですね。デアゴスティーニ1、見て見て、デアゴスティーニ1、迷子がついてくる部品を組み立てるとからくり人形ができるんだよ。組み立てるのも良いけど、一緒についてくる読み物にも注目。からくりの秘密がたくさん書いてあって、すっごく面白いな。これはもう全号揃えるっきゃないよ。なんかすげえ宣伝感あるな。俺これ CM でこんなような歌い文句聞いたことあるぞ。で、僕ね、今名前ちょっと変えておきました。性欲だけは一流チンポ侍から性欲一刀流童貞までにね、変えております。この童貞っていう文字がね、ちょっと入力不可だったんで、スペースをね、開けておきました。で、これマジで注意しなきゃいけないのが、こういうところで戦闘が起きて、デッチに攻撃が当たると、デッチ逃げちゃうんですよ。で、そうすると全てがパーになるんで、注意しなければなりません。さあ、翌日ですね。またデッチが来ました。ほらよ。ひよこちゃんもらいました。デアゴスティーニ2。じゃじゃーん、デアゴスティーニ2。迷子をついてくる部品を組み立てるとからくり人形ができるんだよ。完成までの道のりは遠いけど、ナナミ諦めない。絶対に完成させて夫に自慢するんだから。これはもう全号揃えるっきゃないよ。デアゴスティーニ3与えます。退屈して。で、ここから
鬼門ですね。このベニヤがね、明日借金取り立てに来るんですけど、ここでお金を返済しちゃうと、もう元も子もないので、撃退しなければいけません。で、撃退すると、ここで戦闘が始まっちゃうんですけど、デッチに攻撃が当たると、デッチがいなくなってしまうんで、まあ、そこの塩梅がね、かなり難しいです。なんとかね、こう、土下座とかして、帰らせることができればね、いいんですけど。デッチこっちだ。こっちに来い。デッチ。頼む。こっちに来てくれ。よーし。ほらよ。ちょっと。デーゴスティーニさん。来ました。デーゴスティーニさん。迷子をついてくる部品を組み立てると、からくり人形ができるんだよ。ナナミ、こういうの組み立てるの得意だし、説明書なんか見なくてもできるし、これはもう、前後を揃えるっきゃないよ。これも差し入れ、渡します。はい、渡しました。ちょっとね、今、急ぎ足だったのは、このベニヤね、ほっとくと切れるんですよ。なので、もう、出ていきましょう。まあもうデッチ行ってくれたんでね、全然返り討ちにしちゃっても問題ないです。よかった、運良かったですマジで、うん、デッチがねこの入り口のとこに立っちゃって入ってきてくれない時とかもあるんで、これはいいランダムを引きましたね。うるせえから成敗してやるわ。やばい、道島にね、俺の攻撃が当たっちゃうとこまで。尾脊骨、火力を高めすぎて、紅大吟醸が最後まで発動しないっすね。うん、敵が弱すぎちゃって。なんで僕の相棒、アマラで、蹴りつけましょう。いて、なんだ？いや、まずい。あ、いけるか。よし、ナイス。いや、ドナやめろ。本当にやめて。頼む。道島がね、ここで死んじゃ困るんだよ。え、待って、なんで道島俺のこと狙ってんの？俺は道島を助けたいんだよ。よし。どうした？やばい、どうします？ごめん。あぶねえ。助かった。マジで助かった。いやもうほんとドナドナ、こいつ、クソ、ゴミ。めっちゃ嫌い。こいつのせいでね、結構サムライド外伝刀神の収録、失敗してること多いんで、マジで嫌いだわ。今回ね、土下座して道島が許してくれたのも、道島のストレスがこう低かったからですよね。うん、本当に良かった。ありがてえ。まあ、ちょっとストレス下げておきましょうか。ありがてえ。邪魔見ろ。ドナドナ負傷。宿場の守りが崩れる。昨日ドナドナさんが一本松の近くで倒れているのが発見され、診療所に担ぎ込まれた。重傷を負っているが命に別状はないとのこと。ドナドナは宿場町の守りの要、そこを狙われたとあって、他の浪人たちは緊張感を強めている。よし。まあ、こいつ本当にね、何度も言うけど嫌いなんで。デアゴスティーニ4、待ってました。デアゴスティーニ4、迷子をついてくる部品を組み立てるとからくり人形ができるんだよ。ちょっと、この号の部品の数、少な。組み立ては一瞬で終わっちゃった。物足りない。これはもう、前後を揃えるっきゃ、ないよ。差し入れしましょう。ディアゴスティーニ5。よっしゃ、退屈していたとこ。おなしゃす。そしたら、道島に、また、ナナミの特製、アイテムあげましょうか。ナナミの写真が貼られてる特製うちわ、お仕事の
お仕事の必需品。ありがてえ。うわー、これこそ俺が求めていたものだ。自分の娘だぞ。いいのか。じゃあバスタオルもあげちゃいましょう。ナナミの存在感がすごい特製バスタオル。おお、よし、では寝まーす。おにぎりと限定生写真いただきました。ディアゴスティーニ5、これが欲しかったの。ディアゴスティーニ5、迷子をついてくる部品を組み立てるとからくり人形ができるんだよ。ふに、部品が一つ余ったぞ。なんだこれ。気にしない気にしない、どうにかなる。これはもう前後を揃えるっきゃないよ。では、差し入れ渡します。ディアゴスティーニ6。よし、退屈して、娘の生写真でもあげるか。ありがてえ。はっはー、欲しかったやつだ。マジか。本当？なんか娘の写真もらって喜ぶ、しかも赤の他人からさ。あ、でも赤の他人じゃないのか、一応俺婿だからな。でも、あ、見てください、こんな感じでね、デッチがやっぱ詰まったりするんですよね。こうなっちゃうと、もうあのベニアとかさ、周りの NPC の攻撃食らっちゃって、もうやばいことになるんで、これは注意ポイントですね。ディアゴスティーニ6、嬉しい。ディアゴスティーニ6、迷子をついてくる部品を組み立てるとからくり人形ができるんだよ。これをこうやって、こうしてガッチャンコ。え、よくない？何これ、楽しい。これはもう前後揃えるっきゃないよ。では差し入れ、出番、最終巻7巻です。よし、退屈。デゴスティーニ7、ありがとう。デゴスティーニ7、迷子をついてくる部品を組み立てるとからくり人形ができるんだよ。こうかな、これはここ、うん、だいぶ合ってる。あれ、なんか設計図とちょっと違う。まあいいか、これはもう前後を揃えるっきゃないよ。あれ、これでもう全部渡してますよね。よっしゃ、さあ返しました。どうなるか、ここの文面はもう何回もうちの動画でやってますんで飛ばしますね。来たー、来たぞー。大変だったこれ。おお、ナナミ、我が娘よ。もういい加減にして。いや、いいじゃん、この見た目一番可愛いよ。そうだ、金は良くない。やったー、やっとゲットしましたよ。これ着替えのところじゃない、ごめん、変装か、変装のところでね、このハテナハテナがあると思うんですけど、ここがナナミのロボットの姿になります。いただきます。さあ、ナナミロボ解除されました。さあ行きましょう。はい、トロフィーゲットしました。多分皆さんにはね、ちょっと映ってないかもしれないんですけど、おしゃれ王というね、トロフィーをゲットできました。これでね、すべてこちらの変装はコンプいたしました。いやー、ほんと大変だったな。こういうコンプ系とかね、いろいろ、まあ、神業でもそうなんですけど、好きなんでね、こうやって頑張ってやっております。はい。まあ、また次回何かいい動画でやるネタがあればね、やっていこうと思うんで、よろしくお願いします。はい。本来であればね、ユーピカの今日の一本ということで、刀の紹介をしている尺なんですけども、今ねプレイしていたら謎の現象が起きまして、東証堂島軍事、堂島自ら箱に入り送られることを望んだというね、これ謎のアイテムなんですよ。これをゲットしました。でアイテム欄で見ても存在しないんですよね。でこれどうやってゲットしたかと言いますと、堂島にストレスを与えまくったんですよ。で、そこまではね、以前も動画でやったんですけど、
その後ね、なんかこいつ問題を起こしたみたいで、何があったんだろうね。わかんないんだけど、新聞で、なんか堂島が反省したみたいな記事が、ここにね、載ってるんですよ。ほら。騒ぐ堂島。近隣から不安の声。突然の怒号、泣き声、そして爆笑。宿場町にたびたび出没する鍛冶屋の堂島さんだが、近頃は独り言の限度を超えているともっぱらの噂だっていうね。まあ、なんか近所の迷惑おじさんみたいになってるんですよ。これが出た瞬間にね、堂島が箱に入りたがってるって。そしたら、贈り物の画面で、あちらのね、アイテムが出てきたので、で、これ宿場町と書いてありますから、宿場町に堂島の箱を送ってみようかと思います。宿場町に東照堂島郡司を送りました どういうことなんだ。おお、なんだこれ。箱から堂島、荒ぶる破壊の王。昨日宿場町に届いた箱の中から堂島さんが登場した。その不機嫌そうな表情に危険を察した住民たちは一斉に逃げ出した。次の瞬間、堂島さんは雄たけびを上げ、鉄槌を振り回したと 鉄槌を振り回して町を破壊したのだ。堂島さんの去った後はまるで竜巻の爪痕のような惨状であった。住民は鍛冶屋に強い不信感を抱いている。やば。え、待って、利用中止になっちゃったんだけど。これやばいなぁ。いや、宿場町以外のとこが利用中止になる分にはいいんだけど、宿場町は結構大事なんですよね。まあ、これでは初めて見れたから、いいけどさ、うわぁ、これやべぇ。なんてことやってくれんだよ。